洗面とは顔を水や湯、石鹸や洗顔料などを使って洗うことを言う。起床した後や入浴の際にする人が多いと思われる。道元が表した消防現像に第50巻洗面があり、日本では鎌倉時代以降に洗面の習慣が層から広まったと推定できる。道元はこう書いている。インドや中国では皆が洗面をするが、 歯磨きをしない。日本では、皆が歯磨きをするが、洗面をしない。天竺国、審判国者、国を応じ、大臣百官、在家湿気、長屋男女、百姓万民、皆洗面す。家宅の長度にも面通あり、あるいは銀、あるいは老なり。天誇ら神病にも、毎朝に洗面をともず。仏その等々にも洗面を立てまつる。今は、農夫伝布。 魚章沖縄でも洗面忘れることなし、しかあれども、釈用寺なし。日本国は、国を大臣、老将長や、在家出家の帰ともに、釈用寺、すすぎ口の方を忘れず、しかあれども洗面せず、一徳一室なり。今、洗面、借用ともにご自身、道元、にあたる元年をのれい10月23日、在用集家門通り京生たから早指示死臭。 洗面干末、消防現像第五十巻道言は、洗面の習慣がインドから中国に伝わったと述べている。洗面は、西天竺国より、伝われて東新丹国に、ルフセリ。道言、洗面、消防現像第五十巻道言は、洗面の方法についても詳しく知るし、耳の裏とまぶたの裏も荒いと述べている。次に、まさしく洗面す。 両手に、面痛の湯をきくして、額より、両眉毛、両目、鼻孔、耳中、額方、あまねくあらふ。まず、よくよく湯をすくひかけて、かうして、のちまもくすべし。涙つば、微涙を、面痛の湯に落とし入れることなかれ。角のごとくあらふとき、湯を無度につひやして、面痛のほかに漏らし落とし散らして、早く失ふことなかれ。赤落ち。 油の底掘り塗るまで荒ふなり、耳裏荒ふべし、貯水太くなるがゆえに、眼里荒ふべし、貯差太くなるがゆえに、あるいは頭髪いただきまでも荒ふ、すなわち異議なり、洗面を張りで、面通の湯を捨てて後も、三段さすべし。道元、洗面、消防現像第五十館駅ホームの洗面所洗面を行う場所を洗面所という。ただし、住宅や、 旅館以外の洗面所はトイレのことを指す場合が多い。かつては大きな駅のプラットフォームには洗面所が付きものであった。蒸気機関車の倍円を洗い落とす必要があったからである。ありがとうございます。